ニュースをお伝えします。釜山道路と中央委員会、鉄道業務委員会委員部、釜山民主主義人民共和国国務委員会副委員長の東中央委員会、釜山女副委員長が釜山トラクター工場とピョンチャン建設薬剤工場の実態を現地で把握しました。パク副委員長は、 釜山トラクター工場の増改築工事の図りにあり、現地で把握し、建設資材の国産化比重を高め、工事の速度と質を共に保証し、園芸緑化も同時に進めることについて述べました。ピョンチャン建設用部材工場で、パク副委員長は、工場の人たちが建設の工業化、近代化を実現する上で、工場の受け持つ任務の重要性を肝に銘じて、 設備を古稼働させるための技術的対策を徹底させ、各種部材を質的に生産することについて述べました。現地で協議会が開かれ、トラクターの性能を高めるための技術改造を進め、生産協定を改善管理し、部材生産を活性化するための対策が講じられました。ハムギョン北道の新設地、チュンドンブ、ウンホル、プクホル、 ハムギョン南道の日本軍白沙鶏の被災地で新築住宅への新居入りの集いがありました。第一首都党員師団師団長の釜山道道中央委員会張飛副委員長、第二首都党員師団師団長の党中央委員会ジュン・サンヒョク副部長をはじめ、首都党員師団の指揮官と建設者、 ハムギョン南道とハムギョン北道の幹部と被災地の住民らこれに参加しました。集いでは祝辞が述べられました。発言した人たちは、人民らが第8回党大会に向けて邁進する中、敬愛する最高指導者、金正恩委員長の熱い恩情によって新居入りする住民を熱烈に祝いました。そして、金正恩委員長が、 ハムギョン南道とハムギョン北道で、コロナ自然災害で多くの住宅が倒壊し、住民は生活上の危機を嘆いていることに胸を痛み、直接現地に赴いて被害状況を把握し、体制への首都党員師団の協力を特別措置を取り、住宅建設を勝利へと導いたことに触れました。 集いでは、被災地の住民に住宅利用の許可証書が手渡され、決意の表明がありました。 ついで、楽しい歌が響く中、住民は踊りに興じ、建設者の熱い祝賀の中、新居に移りました。諸村の各被災地で住宅建設が急ピッチで進められています。ハムギョン南道プチョン郡の被害復旧現場では、第一首都党員師団が住宅の建設を基本的に締めくくりました。 100個余りの平屋のトミミ工事とスラブのコンクリート打ち込みをクリアげて終えたハムギョン北道ファデ郡では、屋根工事と内部工事、地帯整理などの作業が同時に進められています。ソンサン・トミント工場で第8波が行われました。第8波の成功により、80日間キャンペーンの計画をクリアげて達成できる保証がもたらされました。 各地の青年同盟組織で秋の国土管理に力を入れています。平安北道青年同盟委員会では、同盟員を呼び起こして1週間だけでも河川の整理と石積み、森林区の補修工事を行いました。キルク青年同盟委員会をはじめ、ハムギョン北道の各同盟組織では、1000メートル余りの道路と120棟の建物を補修し、8000本の木を植えました。 被害復旧に加わったハムギョン南道の水門たちは、擁壁と防波堤の築造、家庭流パーツと鉄道通運の整理を短期間に終えました。ハムギョン南道とハムギョン北道の水門たちは、山火事防止ラインの整理などを行い、国の山林市民を守るため奮闘しています。各地の水民の愛国の熱意と献身によって、秋の国土管理キャンペーンの間に、 1000km の道路の補修と10万平方メートルの地帯整理、250km の水路の設置、8万7000本の火事の設置が行われました。両幕山鉄建工場で今年に入り、
数十の価値ある技術革新案を導入して、製品のクオリティアップと新製品の開発で目に見える進展を手にしています。技術者たちは、洗浄力が強く、栄養効果と保護作用が明白な製品を開発し、新たな品質測定方法を導入して、人間に好まれる水石鹸の生産に寄与しました。労働者たちも新製品の開発に必要な特殊技術や工具などを自力で製作するなど、多くの創意工夫、アイデアを生産に導入しました。工場では消毒効果がとても高く、使用にも便利な消毒水と手の消毒用ゲルを集中的に生産しています。以上で科学関連ニュースを終わります。アナウンス担当は関さんでした。こちらは都心の声放送です。